はい、ここらの風神経の大野です。おはようございまーす。今ですね、えっと、東京の方に出張できておりまして、今、朝、朝食をいただいた後に、あの、後ろにですね、ちょうどさっき、あの、わざと、 あの、東京タワーが見えるようにですね、私がちょっと移動していたんですが、ちょっとですね、あの、私がここに座ってしまうとですね、ちょっと逆光になってるんですよね、実は。なので、反対側からですね、撮影した方が、私の肌も綺麗に映ってですね、あの、ちょうどいいんですけど、ちょっと皆さんに東京タワーで見てもらいたくて、あの、わざとちょっと逆光、後ろ、光、後ろにして撮影をしております。ちょっと一瞬でも見えたら、あの、一緒にね、見えたら嬉しいなと思って、 えー、こっちで撮っていますで,ですねあの昨日あの月に1回ですね実は私東京の方に来ておりましてでそこで、あのー、お楽しみ会っていう会をしていますであとはエネルギーリーディングの会ってちょっと怪しい会もやっておりますで、あのー、お楽しみ会ではですねあの通販サイトがうちやっておりましてそこでお塩と水を、あのー、デビューされた方ですねデビューセットとか あの、買われた方に向けてですね、シークレットサイトっていうのをご案内してます。でそちらの方で月に1回メルマガを流しておりまして、で、これもですね、メルマガあの登録していただかないと流れてこないようになっているんですけれども、あの、毎月流しています。ご案内を。そして、えー、申し込みしていただいた方と月に1回お会いする機会をですね、設けさせていただいているんですけれども、それがちょうどですね、おとといと昨日、 2日間にわたって開催しましまで今回も楽しい感じで、あのー、できまして本当に、あのー、ありがとうございますっていう感じでですねであとですねちょっと話余談なんですけどあの昨日ちょうど昨日ですね、あのー、ホテルに着きました瞬間ですねあのメールが来ておりまして。 でそれがあのレシピ本ですねレシピ本の,あの編集者の方からメールが来ておりましてなんと私もいつもあのチェックしているあの結構「えー」っていうねあのいつも本を紹介しているサイトがあるんですけれどもそちらの方にもしかしたら掲載してもらえるかもしれないっていうねちょっと依頼の連絡が来ていたみたいなんですよ。でで、えっと、本当ににはあの編集者さんにですね あのお任せしますっていう感じで <laughs> あの返信をしたんですけれどもあのもしですね掲載になりましたら2回にわたってあの載せていただけるらしいのでまたあのフェイスブックの方であの告知したいと思いますのでよろしくお願いいたしますであとあの昨日もですねあの本買いましたよってねフェイスブックのコメントだったりとかあの,こあの YouTube のコメントでいただきまして本当に嬉しいですありがとうございます あのー、結構ね氏神神社に行ってレシピ本を手にした人が本当にこれから健康で、えー、いてもらうために作ったものになりますのでもう一生病気で困らないようにあのお願いをしている本です。<laughs> もうお願いしているっていうかですね、まあ、ならないようにするために、えー、あ手にした人が病気にならないように えー、するための本っていうふうに決めて作っているので手にした人がですね結構ね不思議な感覚になられる方が多くてあのー、しめしめって感じでですねあのちょっとなんかいいエネルギーがいってるんじゃないかなと思いますので、えー、それもですねあのキー木とかエネルギーが好きな人はですね楽しんでいただけているんじゃないかなと思いますでこういう話をするとちょっと怪しくなっちゃうのであれなんですけれどもあの昨日ですねあの皆さん 私あの私はですね結構その感覚としてはあの敏感な方なんですけれどもあの見えたりとかはしないんですねただ嗅覚だったりとかこの察知する感覚がちょっとあの人よりちょっと敏感なんですよね、うん、でも見えないんですねで私よりこう能力がたけている方とえ東京に来た時はちょっとあの私もあのこう 交流をすするためにですね楽しみにしてその人と会ってお話をさせていただくんですけれどもあのその方にまたいいお話を受けたあの聞いたんですね。でそれがあのとっても自分にとってもあのとってもありがたいお話で,でこれはあのすごく皆さんにとってもあの嬉しいお話なんじゃないかな、まあ嬉しいっていうか、まあ、今後。 あの、役に立つんじゃないかなと思って、シェアをしようと思って、久しぶりに動画を撮っております。まあ、普段ね、レシピ動画ばっかりあのアップしているんですが、昔の方はですね、もう究極のセルフケア、厳選したものを出してますので、それもですね、あの、私、顔出しでやっているんですけれども、もしよかったら、あの、セルフケアの動画も あのもう2年以上前にアップしたやつ結構いいのでぜひやってみてください。であの何かと言いますと私昨日ですねあのエネルギーのねアフターホローの会に来てくださった方にちょうどそういう悩みがあった人がいたのであの早速お伝えしたんですよね。 でそしたらその人もあちょっと気持ちが軽くなるっていう感じだったんであ良かったなと思ったんですけども何かと言いますと皆さんよくねあの意地悪されたりとかちょっとなんか嫌なことを言われたりとかあのなんかこう人を介してなんかされた時ってすごくなんかショックを受けたりとかあのあ嫌だなってなんかイライラってする時ってないですか 私もですね、YouTube のコメントで結構、ぐザってくる言葉をですね、あの、書かれたりとかしたことがありまして、で、この間もあってちょっとなんか、落ち込んだりとかもしたんですけれども、やっぱ人間なんでね。なので、あの、その人が悪気があって、する場合と、意地悪でね。で、そうでなくて、こう、自分で悪、悪いって思ってない、気づいてなくて、こう、言っちゃう人が、 いると思うんで,すよで、それって、あのー、悪気がなくて言っちゃう人って、どちらかというと、こう、無差別殺人みたいな感じで、ぐさ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 って、知らない間になんか考えてなくてやっちゃうっていう、あの、感じな、みたいなんですよ。で、逆に悪気がもう、 もうう意地悪しちゃうぞみたいな感じでこうやる人っていうのはやっぱりそれだけどちらもそうなんですけどやっぱり悪意のある言葉を人にぶつけるっていうことは私たちって生きている間やっぱりその人を助けたりとか困っている人がいたら手を差し伸べたりとかまあ人に優しくしなさいよって言って私は保育園で習ったんでなるべくそ,のそうしてはきているんですが無意識のうちにやっぱりそういうふうに 人のためにやったことっていうのはあの人徳って言うんですよね徳を積むっていう行為につながるみたいなんですよねで徳を積む行為っていうのは皆さんあの、ね、私より長く生きている人っていうのはあのそれだけ多く積んできている人も多いと思いますしあのそういう話っていうのは聞いたことがあると思うんですけれどもあの意地悪をですね人に言ったりとか。あの 傷つけてしまうとですね、どういうことが起こるかというと今まで積み上げてきた人徳が減っちゃうんですよ。で減るだけじゃなくてカルマっていうあの悪事を働いた時にあのついちゃう傷ですよねそれが増えちゃうんですよ。で悪口を言われた側傷ついた側っていうのはあの人徳っていうかその徳を積もって 積んできたその徳が一個積み上がるんですって。<laughs> えって思いません私それ聞いて、えそうなんだと思って、あ、それだったら、まあ別に、まあ傷つかなくても、あ、徳が積んだと思って、なんかおかげさまで、なんかありがとうみたいな感じで、あ、それって心から言えるなって思ったんですよ。 なので、まあ、今後、まだ、長い人生の間の中で、まあ、何回か、もしかしたら起こるかもしれない、そういう人から言われて、なんか嫌なこととか、なんであんなこと言う,言うんだろうって、まあ、言われた瞬間って思っちゃうと思うんですけど、あの、その時に思い出してほしいのが、あこれ、私何もしないけど、なんか言われたことによって、あの、あ、徳が 一個増えたって思ったら、ちょっともやっとした気持ちが楽になりませんかなので、それをちょっとね、皆さん今後もし、あーってなった時に思い出していただいて、軽やかに、あの、生きていくこのヒントとして、あの、役立てていただければ嬉しいなと思って、今、シェアをしてみました。<laughs> で、私たちってね、 悪気がなくって、自分でもその、えーうん意識してなくても、ポロッと人をね、傷つけてしまう言葉を言っちゃったりとか、あの、しちゃってたりとかするかもしれないですよね。そういう時はですね、カルマが一個増えます。<laughs> なので、ちょっとね、あのう、まあ、運気が下がるって言った方が分かりやすいですかね。 なんか運気がダウンするっていう感じですよね。で、それが積み重なると、やっぱ病気になったりとか、なんかこう不調になったりとか、なんかその自分だけでなくて自分の家族の方に行っちゃったりとか、なんかそういうふうな感じになったら嫌じゃないですか。なので、できれば、その、 えー、マイナスの方をこう積み上げるんじゃなくて、こうプラスの方が積み上がっていくような、そんな生き方を、ができたら、あの、やっぱり悩みなく生きられるんじゃないかなと思って、えー、お話を聞いて思いました。なので、まああの、ちょっとね、自分に対して意地悪を言ってくるような人と出会ったら、まあ,あの、避けて。 シュッて避けてですねあの逃げていただいたらいいんじゃないかなと思います。でどうしても逃げられない、えー、関係性であればあの言われたらありがとうって言ってあげるとあの自分の徳もつ、ま、積んでくれてありがとうっていう感じで対処するようにすると心の中でねするとまだ気持ちが楽になるんじゃないかなと思いますのでぜひこの えー、考え方、考え方っていうかね、でも本当にそうみたいなんですよ。だから、本当にそう思うと、あの、まあ、全部本当に、あ、ありがたいなっていう感じでつ、あの、つながってくると思うので、あの、めちゃめちゃこれいいことを教えてもらったなって思いました。はい。なので、あの、この間もね、だから私、結構ショックなことを書かれたんですけども、あ、 あの、ありがとうっていう感じで、あの、昨日は話を聞いて思いました。なので、ね、本当に、全あの、全部、あの、自分のためになるんだと思って、あの、勝手に得を積んでくれてるんだと思ったら、もう本当にありがたいですよね。はい。なので、あの、ちょっとね、本当に腑に落ちたというか、うん、いや、全部自分のためにね、 あ、やってくれてるなと思ったら、なんか目の前に現れてくれた人って、あの、本当ありがたいなと思いますよね。まあもちろんその嫌なこととか辛いことっていうのは乗り越えるためにやってくるんですけども、その乗り越えるえきっかけっていうか、それがすっごく楽に乗り越えられる、えー、お話なんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもこれからの人生、もし何かえ嫌な人と出会ったら嫌なことを言われたら、 今日のお話を思い出していただければ、えー、嬉しいなと思いますはいでは今日も皆さんのこれからの人生が素敵で穏やかで幸せな時間になりますようにいつも宇治亀神社の方で 私とご縁のあった人、えー、みんなが健康で悩まない人生になりますようにと、えー、そのために活動をしていきますと、えー、宣言をしておりますので、えー、そんな風になっていけば嬉しいなと思います。はい、では以上になります。ありがとうございました。